やっと完成した。はい、あのサムネイルにある通り、やっとあのバーディーが完成したんで、今日はその動画を撮ってきます。で、まあこの動画とちょっとついでに言うのはちょっと申し訳ないんですけど、バーディーのね、バーディーというかちょっとペイント無料キャンペーンをします。4月の20日から5月の20日まで。で、なぜこれをやろうと思ったかと、まあ理由ですけど、まあバーディーってすごく乗りやすい、あのスポーツ走行に適している証券者です。ブロンプトンより僕は乗りやすいと思ってます。断言する。ブロンプトン前の会社に乗ったから。で、それでもっとやっぱバーディー乗ってもらい、乗ってもらう人が増えればいいなっていうのと、あとはこんな色だったら買うのに、ああ、あれだったら買ってるなっていう人の、まあ、言い訳を聞かせないのために、じゃあ無料ですけどどうですかみたいな。じゃあ買うでしょみたいな。まあそういう、まあ僕のまあ挑戦状というか、それでやらせてもらう。まあそれまた別であります。はい。ということで、話がちょっとぐっちゃなんですけど、これがね、まあまあ苦労した部分もあるし、ちょっとね、いろいろあったんで、一応ね、綺麗な画像は、あの、お店のブログのバイクカタログに載せてますので、それで見てくださいと。できた。後ろがちょっとバーディーのクラシックエボです。エボクラシックがのカスタムペイントです。できました。これなぜねこんなに時間がかかってたかというと、まあ、今回はまあお客さんが確か自分のご褒美で購入されたのかなんか、とりあえずね榎本さんのお任せのパーツやってくれって言われたんで、それはちょっと妥協できないと思って、そしたらもうあれもこれもあれもこれもやっぱこれどうでしょうかみたいになって、で最終的にディスクローターをスラムのディスクローターがねやっぱかっこいいからこれにしたかった。これがねもう全然来なくて、もう本当にもう2ヶ月か3ヶ月来なかったんです。でもちょっと我慢の限界が来てたんで、もうアマゾンでポチッとやっちゃおうと思って、はい、僕がアマゾンでポチッとしようと思った時に、メニーズさん、スラムの代理店扱って代理店がようやく在庫復活したんで、それでやっと金曜日に入ってきたのかな、はい、このペイントもねいろいろあってね、一回ダメだって言われたんですけど、ちょっとお願いしますってね、ちょっともうちょっと土下座するような雰囲気のちょっと感情を込めてお願いしますって言ったら、あの全然やりますよって言われたんで、できるんかみたいなこれすごいですよ。で今回ね、これがこういう色でしょ。まあ、何ペイントってなのだろうな。で、ここバフがけですよ。で、ここはあのチタンっぽい色。で、今回のね、このペイント代で約10万円かかってます。あ、もしこの奥さんとかね、親族が見てる方いたら、ちょっとあの、動画ちょっと音声小さくしてもらえば。それでもうやり上げましたよ。やり上げた。ホットとフレーム以外全部変わってんじゃないか。フレームと BB とクランク以外、あとホイール以外全部変わってますね。タイヤもあのシュワルベのね18の 2.0 のタイヤがあったんだけど、あえてこのブラックジャック選んできたみたいな。とかあとブレーキレバーをポールにしたりとか、ハンドルはトムソンの、ね、ライザーバーにして乗りやすくなってます。でグリップは当然ODI、 これもねなかなか来なかった。水谷自転車欠品してた。あとは、まあ、ケーブルが日線ケーブルと、日線ケーブルはなんかね結束バンドを止めるのが多い車体は結構に引きが重くなるんですけど、バーディの場合は結束バンドで止めるのが、あ、ここ止めてないわここ止めなきゃいけないんだけど、ここ止めるともうちょい引っ張って若干ね引きが重くなります。以前あのミッドナイトスペシャルでこれね日線ケーブルにしたんだけど、結束バンドと止める量が多いと引きが重くなるかなと僕は思います。あとサドルを WTB にしてボルトにして、あとこのクッションを、これは赤だったのかちょっと記憶にないけど黒にしました。あと畳んだ時も安定しやすいこのローラーねつけたり、あとフロントシングルするためにメローズっていう
チェーンリングつけてるね。これね、PCD130 のクランクにしか合わないです。で、クランクノーマル。で、ペダルは最初 DMR の V11 っていうちょっと樹脂っぽいやつにしてたんですけど、なんかね、こう組んでいくうちにこのブラックのパーツがちょっとテカリ具合が多いから、まあテカってるペダルがいいなと思って、さっき急遽勝手に変更しました。まあこの辺は金額同じぐらいなんで、まあお客さんと僕の信頼関係みたいな感じで勝手に交換した。あとはね、苦労したのがちょっと僕ね、まだ模索中なんですけど、なんかね、この105とね相性が悪くて、だからチェーンがたるむからノーマルのこれをつけて、さらにこのこれをつけて、チェーンが外れにくいようにしてます。でもね、畳む時どうしてもね、ここに傷が入るんですよ。それはねしょうがないから、なんかクリアテープかなんか最初だけ貼っとこうかなと思います。あとはブレーキが前後ポールにして、あとこれがあのフロントキャリア、あのオルトリーブのちっちゃいフロント用のパニアがつけるんですよ。こう引っ掛けて、ここにこう樹脂を引っ掛けると、それ用のやつとか、あとはどうしてもねポールのクイックレバーが使いたかったんですけど、どこにもなかったんで、まあ僕が通勤号に使ってたクイックレバーをちょっと格安で出してますと。そういうとこでしょうか。あ、こんにちは。何でしたっけ、クイックレバー、そっか、逆の方がいいのかな、これ。とにかくポールがね結構出るんですよ、幅が。だからもしフェンダーつける時もここにスペーサーを目にしなきゃいけないし、あとフロントのここつける時も若干今曲げました、ブレーキに当たってたから。いやー、本当にねいい一台ができましたね。これはいいでしょ。あ、チェーンもね、KMC のちょっと高いやつを入れてますと。そんなもんかな。ステムは切ってない。ステムもね、切ろうと思ってできますからね、僕切ってますから。そんなとこですかね。で、この前、パシフィックサイクルジャパンの、まあ、代表の大川さんが、まあ、来てくれて、なんかいろいろああでもないこうでもないというふうな話が、なんかね、2024年の金額、バーディの金額は値上げせずにこのまま行くそうです。やばいですね、値上げした方がいいんじゃないかと思うんですけど、はい。で、この方は一応県外のお客さんなので、まあいろいろ購入するまでにいろいろやり取りがありましたけど、まあ今週ちょっと梱包できないから、来週中には発送しようと思います。だからこの自転車、店頭で見れますので、もしバーディークラシックエボ、見たい方は店頭でお持ちします。で、もう一台エボクラシックかのペイントの注文が入ってます。それはおそらく5月のゴールデンウィーク明けになると思うんで、そういうのも入ってくるので、まあ、動画で紹介するし、もし気になる人は店頭。なんかね、最近の最後の3台なんかこの車体が多いんですよ。まあ、おそらくクラシックの見た目と、あと試乗してみると、やっぱクラシックのリムブレーキよりはスタンダードのディスクブレーキの方が制動力が高いし、コントロールしやすいから、みんなやっぱりディスクブレーキがいいみたいですね。そんなもんかな。これはやばいで、今高さがね、ちょうど170後半ぐらいの椅子の高さ、僕の高さにしてるので、ちょっと見た目は高いですけど、そうですね、だから本当にスポーツ走行したい方は、まあ、あんまりこういう言い方よくないですけど、まあ、ブロンプトンもいい、バーディーもいい、まあ、どっちが向いてるかって、僕はバーディーが向いてると思います。で、バーディーの中でも、まあ、やっぱり一番よく走る車体は、バーディーの R、まあ、これですね、もうこれね、決定。まあ、これは本当にクロスバイク、ロードバイクに並みに走りますからね。まあ、もし、でもね、これのドロップバーにしちゃうとね、ロードバイクと一緒だから、結局どっちみたいな、こっちでいいじゃんみたいな、
こう畳みにくいし、まあ、そういうとこで、これもちょっといろいろ今ねカスタムやりたいんだけど、ちょっと時間がなくてなかなかできない、はい、ということでバーディーのクラシエボクラシックのカスタムの紹介でした、はい、動画いいねと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。終わります。ペイント注文入ればいいな、ペイント無料の、はい、ちょっと取り忘れました。フロントバックつけるの忘れてたんで、フロントバックつけました。オルトリーブのねバックね。で今回新しくなってここにボトルゲージつけれますから、だからバーディー乗る人はこれつければここにつけれる、 何気にいいやつ。これもなんかおすすめのバッグありませんかっていう話があって、まあ、これだったらいいでしょみたいな、そういうのをして、まあ、色とバッチ合ってますね。あとさっきのケーブルを結束バンド止めましたんで、こっちです。そしたらもう一回写真撮って SNS で公開します。いいねバッグね。